k k 今日、1 9 7 6年2月16日隊は、日本のロックミュージシャン、歌手、作詞家、ディア・エングレイを呼びスケキヨのメンバー、京都府出身、血液型 B が当た、パン屋を経営している家庭で育つ、家業が忙しかったゆえか、幼少期の写真などは残っておらず、幼児期の記憶もほとんどないという、小学生の頃は、 仮面ライダーやゲーム、映画、外で遊ぶことが好きな、どこにでもいるような一般的な子供だったというが、同時に妙に冷めている部分があり、いろいろな人と仲良くなる反面、どこのグループにも属することがなかったため、親戚や周りの人間から、変故、変なこと指摘されていたという。中学生の頃から、世の中に対する不満や疑問を強く抱き始めた。 この時期からだんだんと音楽に目覚めていき、バックティックや X といったバンドに熱中し、同時にバンドというものに興味を惹かれていた。音楽に興味を持ったきっかけはバックティックであり、理由は髪型がアニメキャラのようだったからとのこと。その後は友人の影響でさらにそうした音楽を聴くようになり、特にテンポが速く激しい曲に共鳴していった。はじめは、 X のギタリストハイドが好きで、ハイドモデルのギターを買ったが、コードなどが抑えられずに挫折し、ベースにも挑戦したが同様に弾きこなすことができず、ドラムには興味が湧かず、好きなアーティストにはボーカルが多かったこともあり、自分が本当にやりたいことは、自分自身を表現できるボーカルであると悟り、その道を選ぶ。勉強もスポーツも不良も嫌いだったが、音楽だけは、 相当好きになり、ギターを初めて買った時にはすでに、バンド以外にやりたいことは何もないと考えており、これしかない、これ以外に自分は何もできない、そうじゃなかったらダメな人間になってしまうというほどに気持ちが強くなっていた。ゆえに、高校も行かないと言い切り、周りに無理やり受験させられたものの、バンド活動以外の道に進みたくなかったために白紙で提出し、 進学することはなかった。以降はバンド活動のみの日々を送ることになる。中学卒業後はバイトやローディをしながら生計を立てていた。また、卒業と同時に髪の毛をピンクに染めるなど様相が激しくなっていった。その後、中央市場でアルバイトをしていた時にアリバトロースというバンドに誘われローディを始める。バンドは CD もリリースしツアーも行っていたので、 仕組みや打ち上げの礼儀など良いことも悪いことも見つけることができて勉強になったことが多かったとのこと。一方では自身のバンドメンバーの募集もしていた。その頃、雑誌で当時はまだそこまで知名度のなかった黒夢を知り、1992.12、05、京都のロック天国に黒夢ライブを見て衝撃を受け、 自分の求めていたスタイルはこれだと感じ、以後大阪で4回ローディを務める。16歳の頃、イベントでローディ組によるバンドを組んだ時に、初めてメイクをした。当時から色々と研究していたようで、様々なバンドのメイクを組み合わせたようなものだったという。この時から自分がバンドやライブに求めていたものへの確かな手応えを感じていった。また、 バンド活動を続けていくことを両親から反対されていたが、絶対に売れるからと言い続けた。17歳の時に地元京都で初めてバンドを結成。当時のステージネームはヨーマ。最初から曲はオリジナルだった。この時からすでにメイクを施したライブを行っており、同時にオムニバス CD への参加やデモテープの配布などもしていた。 結成9ヶ月で解散。バンド解散後は、バンドの友人や知り合いのスタッフがいた関係で、18歳の時に京都から大阪に移住するようになる。以降、LA、サジエース等いくつかのバンドを変歴していった。1995年4月にマスカレードを結成、7月に初ライブを行う。主に大阪を中心に活動し、 オリジナル楽曲を披露し、デモテープの配布等を行っていた。この頃から、現在の、K 名義で活動を。マスカレード解散後、ハイジンクロバラ族というセッションバンドを組む。このバンドで、後のディア・エン・グレイのドラマーシニアと出会う。また、新しいバンドを組むことになった K は、アマガキライブスクエアというライブハウスに掲示されていた、白黒のライブ告知のパンフレットを見て、 それに映っていたギタリストのダイと連絡を取り、ギタリストに誘う。このセッションバンドは、後の LA、サジエースへと発展していく。ハイジンクロバラ族解散後、K、メンバーだった、キサキ、シニアの3人に、ダイと、もう1人のギタリストを加えた5人で、LA、サジエースを決する。この頃、天がさに出没していた後のディア・エングレイのリーダーと、 なるカオルと大阪城ホール X のライブが行われていたで知り合う。後にカオルは l a サジ AS に加入する。K のライブパフォーマンスは、この頃から激しく異彩を放っていた、動乱で髪を白く塗り、特攻服を着て、木刀を持って客席で暴れたというエピソードがある。当時のインタビューでは、自身のパフォーマンスについて、もっと自分の色を追求しつつ、 自分の毒を出していきたい。とにかく存在自体が毒ですから。と発言している。ツアーで訪れた長野県で対湾相手として出演していたトシのライブパフォーマンスに惹かれる。後の打ち上げでトシに声をかけられ、以来大阪に帰ってからも頻繁に連絡を取り合うようになる。当時のトシアについて K は初めて見た時は髪の毛真っ青で何か暗そうなお兄さんがいるなという。 第一印象だったが、ライブになったら、全然違う。普段は、ぼーっとしているけど、ライブになるとすごい、動いててかっこいい。と語っている。一方、トシアは、インパクトで言ったらやっぱり彼だったし、最初に声をかけてきたのも彼だったし、そういう意味では俺にとって、大きい存在ですね。と語っている。1997年1月15日に、LAA、 サジエ・エスは解散し、1997年2月、元メンバーに、トシアを加えた5人でディア・エングレイは結成されることとなる。地声、ミックスボイス含むでの音域は、ローハエック、3.5オクターブ弱であり、インディーズ当時より1オクターブ以上も広がっている、ホイッスルボイスの最高音はハイアヒグ。一般成人男性の地声の平均性域は、ローグ MID2G。 にオクターブ程度であることから、比較すると、一般的な成人男性の平均値よりも、かなり幅広い生域を持つことが伺える。様々な歌唱法を使用しており、非常に高い音域のファルセット、クロールボイス、カテラル、シャウト、スクリーム、ホイッスルボイスなどを多用する。ボーカルスタイルについて K 自身は、ライブの雰囲気とか感情のうねりを意識して歌うタイプなので、ピッチが、 どうとかは気にしていない。と過去に語っており、ライブにおいても即興性を重視し、アドリブで、ダミゴイヌシャウトやスキャットを交えたり、監修への煽り、一オクターブ上げによる歌唱などを盛んに行うため、音源そのままに歌うことは、ほとんどない。ただし近年は、歌詞を即興で変えることをあまりせず、音源のままの歌詞で、歌うことが多い。これに関しては、バーン、のインタビューにおいて、 ライブで音源と同じように歌うことにこだわりはないが、中には CD 通り歌えないとか、こいつ逃げてるなとか言う人もいたし、そんなに言うならちゃんと歌えることを見せてやろうと思ったと述べていたこともあった。ワイヤレスのマイクは使わず、シールドのものを使用している。理由としては、パフォーマンスを行う際に、マイクを首に回せば一瞬にして、両手でアクションが取れるということ。 ワイヤレスでは放りそうで不安なこと等を過去に挙げている。また、インタビューや解放を通じても彼がファンに対してメッセージを発することは稀であるが、返答炎による摂氏40度の発熱で医師にドクターストップがかかっても予定を作ってくれたファンにし、わけないとライブを観光したりするなど、かなりのファン思いとして知られている。ディア・エングレイの作詞はすべて K が行っている。 作詞のスタイルとしてはまず曲を聴きそこからイメージを広げながら作詞をしており詩を書き溜めたりはしないという初期の頃は人工中絶や虐待、死感、快楽殺人などにまつわるエログロな表現、相反する非恋や心中といったモチーフが多く見られたアルバムベルガー以降は生と死、戦争、人間の心の闇やエゴイズム等、精神的な事象など以前よりも 抽象的な題材を用いた歌詞を書くことが多い。また、初期から一貫して悲観的で、重く、痛みや悲しみを表現する歌詞を書いてきたが、それに関して K 自身は、僕自身がヘビなことを考えているわけではなく、世間一般にはソフトで受け入れやすい、ハッピーエンドな歌詞が多いが、実際の世の中には、ヘビなことの方が多くあって、日本の音楽シーンではそういうものを隠したがる。 傾向がある。そうした、本来なら誰もが持っているが、隠したがり誰も書かないようなことを表現する人間が、いてもいい。普通の歌詞を書いていても新しいものはできないし、他のアーティストもすでにやっていること。何より、自分自身そういうものに興味がない。と語っている。詩の主体は日本語だが、近年は英語のみを使用した歌詞も多々見られる。また、時には、 様々な専門用語を使用することもあり、ドグマ等の宗教用語、ボン語、南海漢字、ドグラマグラ等の名詞単語等も使用している。シュバインノイスでのドイツ語や、ディーティでのロシア語などを、頻度は少ないがいわゆる第二外国語も見られる。また、京都出身であるためか、寺町、太陽の壁、祇園坂、霞のように、京都の地名が登場する曲がある。 独特な犠牲語も使用する。例を挙げると、ガラガラキリガ柄、逆上感能、ケロイドミルク、ザラリグラリ、ドーシンググリーン等。また、近年ではあまり見られないが過去には、様々な当て字も使用しており、ケ、セラカ改良技量、ケセラケラケラ、ラセツコク、マットイエットクル、麻薬、バラバラ、ツと、ツバ等が上がられる。上記のような作風のため、そのレパートリーには、 抽象的で難解な歌詞が多い。詩の内容に関しては解釈は聞き手に任せるというスタンスをとっている。曰く読み終わった時に自分に問いかけられるようなものになればなと。個人個人で何が残るか、ある意味そこは任せている。絵のように感じ取ってもらえたら分かってもらえるんじゃないかな、と語っている。近年雑誌のインタビューでは歌詞を歌詞と表記している。また、 過去の歌詞を再解釈または、そのまた自身の詩集に組み込み出版したりと、重んじていることが伺える。メジャー15枚目のシングル、霞では、ボーカルのクレジットは、I Love Levee Papion になっている。これを最後に、以後、K で統一される。ディア・エングレイでは、他のメンバーと同様、作曲も行っている。ベルガー以降の作品は、メンバー共同のため、 すべての作曲クレジットがバンド名に統一されたが、それ以前の単独作曲は、ミサ収録の S、オニソー収録のザ・ドメスティック・フッカー・ファミリー、シックス・アグリー収録のヘデスなどが挙げられる。また、改め、イマイナス収録の KR、キューベ・ K、K、バミット・ミックス、シングル C、W 曲である、エインブリオ・ウテウテブギューギルビー・ RB ・アイカ、RB ・ルピア、 ルピア、ルビー・ライトの共作、24個シリンダー、グレネード・ランチ・ミックス16・キップ・リミックス等のリミックスも手掛けた。マッカーブラツアー中、左耳の聴力を突発性難聴により、失ってしまう。この事故以降、K のパフォーマンスは上記を一したものになっていく。この事情については、ライブドキュメンタリー DVD、ツアー0001マッカーブラに収録されている。 K はライブにおいて歌の途中に吐血したり体を切り刻み出血させるなどといった過激な自傷パフォーマンスを行うことがある。そのため K の体にはそういった行為でついた傷跡が数多く残っている。吐血、出血については難聴発生後から劣等激震暗夜中期までは血のりを使用している。それ以降は実際に自分の肌を傷つけ血を流している。 ケーン・アンダーザさん2009年頃までは方を何度も殴りつけたり爪で口内を引っかいたりして口内より血を流している2009年以降からはそうしたパフォーマンスはほとんど行っていない2007年以降は曲と曲の間に高音でのスキャットやリバーブなど空間系のエフェクトを使用しお経のようなパフォーマンスを行っている DVD には インワードスクリームとクレジットされ収録されている。また現在、煽ることはあるものの、ライブで MC を行うことは、あまりない。歌番組を嫌っていた、幼少期に唯一好きだったのは、中森明菜と公言しており、初めて買った音源は、タトゥであった。ファンクラブイベントでは、二人静かから、天が伝説殺人事件よりをカバーったことがある。 かつて黒夢のローデーを経験したゆえか、インディーズで活動していた頃は、ファッションや、化粧の仕方など、黒夢のボーカル、清春の影響を受けていた。後に、その件について清春と紙面上で対談を果たした。だが、年々その兆しは減り、ディア・エングレイの携帯公式サイトではファンからの、質問に対し、おにそうリリース以降、誰からの影響も受けていない。と答えている。 また、清春の影響からか、ずっと着用していたジャスティン、デイビスのネックレスを着用しなくなり、ファンからの質問でジャスティンが、もう嫌いと発言している。一方で、ビジュアルシーンには、多くのフォロワーや、ファッションや、歌唱面で K に影響を受けた、あるいはファンを公言するミュージシャンが存在する。そのことに関して K は、否定も肯定もしていない。K は、過去に、ライブにおける、 スタンディングテーブルや公式グッズの T シャツで、マット、ストリンというロゴデザインを使用していた。このデザインは、日本のパンクロックバンドザ・ストリンが1982年に出演した映画、爆裂都市ワーストシティにおいて名乗った架空のバンド名、役名が由来していると考えられる。また、17歳の時に初めて結成したバンド月食は、ザ・ストリンの影響を受けた。 パンクロック風だった。後日するソロ作品、自虐、連想フランシネマの人体模型12インチ、ナショナリテレビという中、死においてはザストリンとその音楽作品、電動こけしが登場している。2010年12月1日にはトリビュートアルバム、ロマンチストザストリン、遠藤道ちトリビュートアルバムにおいてディア・エングレイとしてザストリンの楽曲、 ワルシャワの幻想をカバーしている。メンバーとのプライベートでの交流はほとんどなく連絡先も知らない。K によれば、こうすることで生まれる緊張感がより良いライブを作り出すことにつながるとのこと。ライブで BA2 のネクタイをしていたのを偶然同ブランドのデザイナーが発見し、それがきっかけでコラボ企画を行い、スードデザインを手掛けている。 2000年3月20日に行われた同ブランドのイベントでは、カオルとのユニット、2モンストロースニュークリアストックパイルズとして1曲入りデモテープ、清水寺を配布した。後に、バージョン違いで、付属の詩、少年と共に、詩集、自虐、連想フランシネマに収録。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。